はい、ではお待たせいたしました。まもなく発車いたします。はい、では今日お天気がいいのでとても景色も、はい、素晴らしい景色ご覧いただけます。山のこちら側には今日は筑波山が見えておりますね。本日は那須ロープウェイにご乗車いただき、はい、ではゴンドラの中からの景色を楽しみください。筑波山はもうちょっと上の方へ上がっていってももう一度また見ることができますね。ロープウェイを後にしましてジャウス岳9合目標高1684メートルの山頂駅に進めてまいります。このチャンス岳は標高1915メートル那須連山の主峰で初火山となっており、今もなお白い煙を吹き上げております。皆様にご乗車いただいておりますロープウェイは昭和37年10月8日に運行を開始し、幾度かゴンドラの形を変えながら、現在は車掌を含め111人乗りのゴンドラ、発光棒と林道棒を運転しております。まもなくゴンドラの交差するところが中間です。進行方向右側には2つの山がございますが、三角に鋭く尖った険しい山が1896メートルの朝日岳、その右側熊笹の緑に覆われた低い方の山が鬼の面と書きまして鬼面山です。またここからはご覧いただくことはできませんが、山の裏側には三本槍岳や、その昔三都の米を食べないうちにどんな重い病気でも治ったことで名付けられた那須の秘湯三都小屋温泉がございます。はい、じゃあ間もなく支柱を通過いたしますとゴンドラが大きく前後に揺れますので、次は釣り側にお捕まりください。では揺れますので手すりや釣り側でお捕まりください。まもなく山頂駅に到着です。駅長レート登山道が伸びており、チャウス岳の頂上まで大人の方で片道40分から50分で登ることができます。途中に分岐点もありますので、お出かけの際は必ず登山道をご確認の上お出かけください。まもなく到着です。到着の際少々揺れますので足元にご注意ください。なおロープウェイは風が強い時、雷が強い時は安全確保のため運転休止となりますので、天候の変化には十分ご注意ください。今日間もなく到着となります。到着の際ゴンドラ固定のため横揺れしますのでご注意ください。はい、では横揺れします、ご注意ください。はい、ではドア開きます。ドア付近の方はご注意ください。ドアが開きます。